はい、自由座くでーす。工場桃桜です。はい、今日も三分になりきりよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。じゃあね、何を切るか教えてください。はい、えっ、ー、とこれは本当に何を切ったらいいか全く分からなくって、もう苦肉の策という感じで、うん、ピンズの八を切りたいと思います。うんうん、理由としてはマンチが四五六で固まっているのと、ピンズに正、えー、しく四が来るので四五で えきれいな両面待ちが出来上がって77、うん、を頭候補にもできるのでと残しておくっていうのと、うん、あと想像も、えー、223はいい形なので残しておきたくて789は固まってるのでそのまま残しておきたいっていうのでピンズの8を切ることに決めましたはいありがとうございますじゃあ解説入りますはい、はい、えっ、ー、とね受け入れがこんな感じになってます パーピンがね、実は受け入れ最大なんだよな。というのはね、これね、この形、並び替えたところなんだけど、まあここでね、4がこっち入れると、ここで四で、2面待ちがあるもんで、まあ言ってくれた通りなんだよね。で、ここで、パーピンを切るか、三増を切るかすると、完全インシャンテンという形になります。まあ要は一番無駄がなくて、必ず2面待ちになるパイなんだけど、パイというか、インシャンテンなんだけど。 パーピンか3増切るといいんだよね。で,で、パーピンか3増切るといいんだけど、でもパーピンの方が受け入れ枚数が多い。はい、でこれなんでかっていうと、これさ、あのこ,のこの7七8って残すと、うんうん、6と9の受けもあるんだけど、はい、このうちの6が、実はい、いざこっちのさ、45の方の3と6の,、ま、あの受けとかぶってるんだよね。確かにはい かぶってる部分は無理にね、ここをかぶったまま残さなくてもいいもんで、パーピン切っちゃえばね、こっちの9の受けはなくなるんだけどね、6はこっちで受けれるんでね。というわけで、こっちの方がね、枚数が多いんだよな。というわけで、8のピンズを切った方がお得ということで、こっちのパーピン切りは正解になります。一応ね、こっちの三蔵切りもね、悪くないんだよね。三蔵切りのメリットとしては、三蔵切ってね、 あの6のピンズを引くと、これ、三郎球の3目ちゃになるもんでね、こういうメリットもあるもんで、あの決してね、この3増が悪いわけではないんだけど、ただ、枚数見ると、やっぱね、4枚差が出ちゃうという感じ、でまあ一応、設定上としては、親番の7巡目だもんで、早くリーチを打ちたいよねっていうことで、早く転配できる形にというか、広い形にね、受けた方がいいよということでね、一応、平面上はパーピン切りが正解になりますって感じだったんですかね。 はい、いかが大丈夫かな。はい。はい、こんな感じでね。はい、えっ、ー、と動画を続けられるようにね、チャンネル登録および高評価の方よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。じゃあ失礼します。失礼いたします。